ると、あれ動かないぞ、動かないぞって絶対ならない。もうそう流れ止まっちゃうから、ちょっと僕はこの欲しいね。今後もずっとやっとくと思ってるんですけど、やっぱり板書で書いてやった方が眠くはならないですね。講義形式とか。はい、これは僕の経験上の話です。はい。ではですね、大体のイメージングができたところですね、早速いきたいんですけど、レジュメの方を出してください。レジュメの左目の方から少しずつ喋っていきます。はい、講義にあたり準備するものっていうところですね、これを話していくんですけども、ちょっと検定対策のやつも入っちゃってますからね、ちょっと端折りながら喋るところいっぱいありますから、ね、まず見ていきましょう。まず丸1、教材の確認、今終わりました。で丸2、鉛筆と消しゴムなんですけどね、まあ、これは検定受ける人のやつなんで無視します。はい、丸2はカットしましょう。で丸3、電卓ですね、まあ、12桁の少し大きめということで、まあ、これはもう検定対策なんですけど、まあ、社長もね、基本的には12桁の大きいやつ持った方が